ただいまより本日のメインイベント第5代クラッシュスーパーウェルター級王座決定トーナメント決勝戦を行います。青コーナー178センチ 70.0kg ハイスピードジムリーク、なにわのジョーカーリクです。赤コーナー173センチ 69.8kg チーム 3K 小田仁久、マッスルタンク小田仁久。ジャッジ函館西村梅木、レフェリー豊永実。さあメインイベント第5代クラッシュスーパーウェルター級王座決定トーナメント決勝戦、石川さん決勝戦ですよ。そうですね、タイトルマッチ、王座勝った試合ですね、はい。まあ、記者会見ではリクは一方的に勝ってたような気が、なんていうんですかね、言葉で勝ってたような気がするんですけど、はい、それはすべて小田仁久リング上で証明したいということを言ってましたね。そうですね、リング上で強かったものが正解、正義ですからね、はい。さあブハリ選手いかがでしょうかね、このメイン。そうですね、2人ともあの若くて2人ともすごいいい戦績ですので、負けも少ないですし、で2人ともあのふとした際で勝負を変えるようなあの攻撃を持っている選手なので、そうなんですね、そこを注目してみたいですね。なるほど、まあ、この陸の方が13選手9勝3敗1分け、そして小田仁久は7戦して6勝 3KO 1敗ということです。さあリング中央、まずはお互いの距離を掴んでいるところです。前に出ていたマッスルタンク、リク選手は5月の準決勝が藤村大輔に判定勝利、そして小田仁久が森田直樹選手3ラウンド KO 1分37秒で勝利しています。どっちもね、準決勝はいい勝ち上がり方でしたからね、はい。おっと前に出た、重そうですね、今の多いですね、はい。今、そうですね、リク選手が動いてたから、動きながらもらったからだけど、足止まってる状態で食らってたら結構効いてますね。さあ1分が経過しました。リング上、おーローキック、重い重いローキックが決まりました、ね。さあ今度はミドルキック、全身マッスルタンクだね本当に鍛え上げてるという感じですよね。そうですね、だけど柔らかいですよね、うん、技の出し方だったりスピードが落ちてないですもんね、うん。リク選手もね、攻撃のきっかけを作るのが非常に上手で、そこから、はい、一気にね、攻撃を畳みかけるファイターなんですけど、はい、小田選手のこのね、一発の重さになかなか攻めあぐんでますよね、うん、なかなか前に行けないというか、距離が今、はい、小田の距離で進んでますよね、うん、そうですね。さあブハリ選手いかがでしょうかね。リク選手は今出したみたいなジャブだったり、遠い距離の蹴りっていうのをもっと出していきたいですね、うん、今ちょっとプレッシャーかけられてる形なので、まあ、身長側のリクの方が178センチ、小田仁久は173センチで5センチ違いますね、はい、そこを生かして、そう見えないですよね、でもね、まあ、確かにそうですね、まあ、それは筋肉なのかどうか分かりませんけどね。そうですね、小田選手のフレームが大きいので、体があんまり小さく見えないですよね。そうで、5センチの差とは、うん、あんまり思えないですよね。さあ第1ラウンド残り30秒切りました。ここまではここでお互いに蹴りを出していったローキック。そう、リック選手がやっぱりそうですね、この小田選手の体の圧だったり、このパワーを警戒してちょっと攻め上げてますね。残り時間10秒です、第1ラウンド。そうですね、今みたいな、うん、思い切ったワンツーいいですね、ああいうところから。ここいったミドルキック、いやいいですよ、お互いが第1ラウンド終了です。お互いに火をつけた感じでしたね。これ難しいね、うん、めちゃくちゃ難しくないですか。そうですね。さあブハリ選手いかがでしょうかね、第1ラウンドは終了しましたが。そうですね、あのちょっと小田選手がプレッシャーかけて、はい、リク選手がやれたらそうっていう風に見えたんですけど、ただそのポイント差を分けるようなほど差があったラウンドじゃないのかなというふうに思いますね。ただ最後小田選手が一発ガードの上から打った右フックがかなり重かったので、
やっぱりパワーあるんだなっていう風に感じましたね。さあバレンさんはいかがでしょうかね。攻め方は僕はリック選手の方が上手いなって思うんですけど、大田選手のやっぱ殺傷能力が一発一発にありそうで、なんか正直なんかどっちに振っていいのか分かんないラウンドでした、うん、一発のパワーがやっぱ大きそうですよね、うん、そして石川さんいかがでしょうかね。はい、やっぱこの、自分の流れの作り方が違いますよね。リク選手はやっぱりこの攻撃を重ねることで自分の攻撃パターンをポイントを取っていく、はい、うん、小田選手は一発でまず効かすことができるから、そこから畳みかけるって感じですからね。なるほど、はい、そうしますと第2ラウンドはリク選手がどれだけ技をつなげられるかという感じですね。そうですね、つなげられるための その思い切りだったり度胸ということがかなり必要になってきますね。さあ距離をじりじり詰めていくか、今度はボディにセロー。さあ第1ラウンドは違った攻め方になるんでしょうか。おハイキック、うん、少しこの前に出る圧力だったり自分からの手数がちょっと上がってきましたね、小田選手が。はい、そう若干距離を詰めてきたようにも見えますね。そうですね、そうなってくると逆にリク選手はヒットアンダーウェイですよね、はい、なるほど。さあミドルキック、さあここでお左、おお、ハイキック重いな。一発の重さは小田選手の方がちょっとありますね。やっぱ上ですかね、はい、それをどうしてもやっぱり陸選手が警戒してますよね。そうですね、あこれロック、戦ってる側からするこれめっちゃ怖いですよ。そうですね、いや穴が少ないですね小田選手、はい、じりじりと攻めてきますね。本当壁のような感じなんですかね。そう、自分だったらどういう風に攻めるかなっていう風に思いながら見ててもやっぱなかなか、うん、圧力もありますし、なんか戦車みたいなのね、出る攻撃も強いからね、崩れてくれないし、ね、ロック、すごい重いのが入った。ここで何度かパンチをまとめてきましたが、今度は平なんとか打開することができるんでしょうか。第2ラウンドでもこういうやっぱり重いパンチを一発みたいな感じにはボクシングだったらやっぱ手数ですよ、うん、速いのを、何発もっていう、やっぱそれで対応するしかないですよね、うん、さあ残り時間1分というところです。そうですね、まず崩す、ところ崩れてくれないですよね。しかしなかなか崩れませんね、やっぱり小田が、さあここでハイキック前に出た小田。ここでリクがそのガードの上からパンチを、今度はミドルキック、いやー嫌な嫌な、対戦相手としては嫌ですよ、この小田選手のベタ足で、はい、前進してきて、あと今度はボディ、残り時間30秒切っています。今度は右、おっと右が入った、そして左、ここがチャンスと見るや、一気に前に出た小田、右が入った、どうだどうだどうだ、これはなんとか立ったが、これかなりぐらついたんじゃないですか。来てますね、はい、来ましたね。さあ第2ラウンド終了間近、まずはダウンを奪ったのは小田陣久です。いやでもリク選手ダウンは取られたんですけど、そこがチャンスだと思ってましたね、リク選手はそこで逃げなかったですからね。そうですね、はい、打ってきたところに逆にここに俺のチャンスが作れるっていう、そういうリク選手の思いが見えましたね。じゃあブハリ選手はいかがでしょうか。そうですね、今のダウンもそうでしたし、はい、その前のリク選手がなかなか手数出せない理由なんですけど、はい、小田選手のリク選手の攻撃受けた後のリターンがめちゃくちゃ速くて、リク選手がパンチ打ってガードしたらすぐローキックかパンチを返すんですね。あれが速いんで、それが来るって分かってるので、リク選手はなかなか手数が出せないんじゃないかな、自分から攻撃出せないんじゃないかなって感じますね。なるほど。そしてバレン選手はいかがでしょう。あ、バレンさんはいかがでしょうかね。もうね、はい、さっきのセミファイナルの試合を表すなら熱で、はい、この試合はもう緊張感ですね。あ、なんかもう何が起こるか、なんかこうなんだろう、怖いだってさっき殴られて、リク選手ダイブしましたよ、下に足がボーンって上がって、そうですね、逆に言うと僕はね、リク選手はあそこしかチャンスがないと思うんですよね、小田選手が打ってきたところ、台風の目みたいな感じ、そうですね、
そこに入っていくしかないということですよね。カウンターですか、そうするとカウンターだったら打ち合いの中で、はい、打ち合いの中で、はい、なるほど。あでも結構もう、腹くくったんじゃないですか。そうですね、うん、前に来てますよね、はい、吹っ切れても行くしかないですもんね、うん、さあ前に前に出るのかファイナルラウンド。この勝者が第5代クラッシュスーパーウェルター級王座、その栄冠を腰に巻きます。さあローキックから今度はパンチとコンビネーションからハイキック、前にダウン、小田純久。本当ね、リク選手の立場だったらもう大変ですけど、もうリスクを背負ってでも自分からチャンス作るしかないですよね。確かにパンチの打ち方的に近い方が小田選手のパンチ力は殺せるかもしれないですね。ああ、なるほど、うん、距離がない方がいいんですか。ない方がいいと思う。まあ、そんなこと言ってくれないからね、ショートフックとかで頑張って倒したらちょっと分からないですね。まあ勝負は何があるか分かりませんからね、うん、さあローキック、そしてボディを一発入れていったのがリク。でもさあここで前に前にバックブロー、このプレスかけてる感じいいと思いますけど ね、本当にリスクを背負ってでも行くっていうのがこの勝負のポイントですよね。さあ前に前に出ます。しかしここで膠着状態、逆にリク選手もこれぐらい出てる方が、さっきの下がってる時に比べてあまり小田選手も逆にいい攻撃出せてないんですよね。そうかもしれないですね。逆にこれぐらい行っちゃった方が、その1枚の壁というか前に出ることができるかリック。ここはハイキック、さあこのミドルキック、さあここで前に出た左、そしてアップアウトコンビネーション。さあ残り時間1分というところです。ここでタイムストップ。ああそうか、掴んだらダメなのか。何して倒さない、警告、青コーナーリク選手にホールディングによる警告が与えられます。試合を再開します。さあファイナルラウンドです。残り時間1分を切っています。さあ練習を、さあ前組からこの距離をどちらが踏み込んでいけるのか。さあ前に出た青のリク、さあ膝、そうですね、リク選手どんどんどん自分から攻撃出すことによって自分のリズムが出てきましたね。回る準備しましたね。さあ残り時間20秒です。来た今打ち抜きましたね、うん、さあ前蹴り、ボディからハイキック、そして今度はミドルから前に出た。しかしここでなんとか倒しきることは両者できませんでした。2ラウンド目からこの戦い方しておけばよかったですね。リク選手はね、さあ石川さん判定に入りますね。エリク選手としては、ね、本当タイムアップっていう感じの最終ラウンドのゴングでしたね。さあバレンさんが2ラウンドの途中から今のような戦い方をしておけばっていうことをおっしゃってましたが、はい、絶対そう思います。判定結果をお知らせいたします。さあまずは判定です。どうなりますか。ジャッジ箱崎30対28、赤小田、赤小田です。ジャッジ西村30対28、赤小田、赤小田。ジャッジ梅木30対28、赤小田。以上の結果をもちまして第5代クラッシュスーパーウェルター級チャンピオン小田純久、判定3対0で小田純久が第5代クラッシュスーパーウェルター級王者に輝きました。石川さん、はい、どうでしたかね、この試合。いやー、強いチャンピオンが現れましたよね。そうですね、はい、今現時点隙があんまり見えないというか。そうですね、この、はい、でもね、この、うん、この見すぎちゃダメだってことですね。リク選手も最初からアグレッシブに攻めることができればっていうところも、そういうなんとかね、ヒントも見せてくれましたし。なるほど、はい。さあブハリ選手いかがでしょうか。そうですね、最後にバレンタインさんと今石川さんがおっしゃったように
まあ、選手の、ね、心理としてはなかなか難しいところであるんですけど、でもやっぱり結果論になっちゃうんですけど、最初から3ラウンドみたいにいければ、はい、勝負は全然違う結果になってたか、なってただろうなっていうような、まあ、そういう勉強になる試合でしたね。いや、バレンさん本当にあれでしたね、2ラウンド目からの勝負を1ラウンド目から見たかったという、はい、本当にそうですね。ただまあね、定期的に髪の毛を赤に変えたり青に変えたりする人間はやっぱチャンピオンにふさわしいですよ、はい、俺はそう思います。それはご自身のこともこう例えてですよね先月インキーバー青だけど先月ピンクでしたね。じゃあその新チャンピオンになりました小田選手には、新チャンピオンになりましたクラッシュプロデューサー宮田光よりチャンピオンベルトが贈られます。さあ小田ジンク選手にチャンピオンベルトが置かれます、巻かれます。まあ、でも先ほどバレンさんの話じゃないんですけど、そうすると次の防衛戦はどんな髪の毛の色で来るんでしょうね。それ楽しみですよね。そうですね。でもね、僕最後のラウンドの3ラウンド目、はい、実は僕小田選手でも弱さ見せたと思ってます。あ、だからか、はい、次例えば防衛するときに相手絶対それついてくると思うんですよ。なるほど。ガンガン行った方がいいぞってアドバイスしますもん、もし僕が相手側のトレーナーだったら。なるほど。先ほどあれですね、ブハリ選手がおっしゃってたように弱さというか弱点も見せたってことですよね。そうですね。やっぱり1ラウンド2ラウンドに陸選手が下がってて、はい、小田選手が前に出てる時より3ラウンド陸選手が出てた時の方が小田選手の良さがあんまり出てなくて、はい、であと危ない右も一発もらったので、それでは、まあ、次戦う選手はそこをついてくるだろうし、逆に負けた陸選手ももっと行くこととか今回の試合で学べることがあったと思うんで、すごくいいタイトルマッチだったなと思いました。ありがとうございます。それではここでチャンピオンのマイクです。チーム 3K の小田ジンクです。今日は応援ありがとうございました。でも正直あんだけ会見でいろいろこう陸選手ともうメインで盛り上げるみたいなもうこと喋っといて全然ちょっといい試合ができなかったというか、もうまあもうなんていうかな、0点の試合してしまったんですけど、ありがとうございます。いやほんまめっ反省してます。これチャンピオンになったからといっても全然満足というか、このままじゃもう K1 大阪出ても外国人選手にぶっ飛ばされるだけだと思うんで、もう絶対にここから、10月までもう明日から練習する、ちょっと明日はちょっと休みますけどまあ、すぐにでも回復させてすぐ練習して外国人をどんどんぶっ倒していける世界のマッスルタンクにどんどん成長していくんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。小田選手ありがとうございました。これよりフォトセッションへ移ります。